南阿蘇村国字106号南阿蘇村住民監査請求にかかる勧告について、令和3年12月6日これね、去年の12月の話なんですけど、なんか最近になってね、ニュースになったんですね、2月に入ってから。で、どういうことかっていうとですね、令和2年の童話対策研修旅費111万4920円、これがね、空出張だったっていうことです。だから実際はね、活動の実態がないのにこの旅費をもらってたっていうことですね。で、これね、あちこち黒塗りにしてありますね。この辺もいろいろ黒塗りにしてあるんですけどね、でも本来これ告示って書いてある通りね、あの住民監査請求のその内容っていうのはこれ公開されるもんなんで、誰が請求したかっていうこともね、本来だったら公開なんです。ちょっと前なんか鳥取県だったかな、あのウェブサイトに載せてましたからね、普通にあの実名をね。でも最近はなんかね、ウェブサイトに載せる場合はこうやって黒塗りするような運用してるんだけど、でもこれね、一応情報公開法上は公開のものなんで、何かしらの方法で黒塗りされてないものっていうのね、見れると思うんですよね。南阿蘇村その近辺の人はちょっとね、役場に行ったら見えるんじゃないかなと思います。でここに、集会、東京都でやったなんとか集会に、出張したっていうことになってるんだけども、集会の事前協議ですね、黒塗りにしてる部分が4文字なんで、まあ、4文字にはこれ部落解放が入るんでしょうね。これなんでこうやって黒塗りにするのかわかんないんですけど、やっぱ部落解放っていう文字を出したくないんでしょうね。これ南阿蘇村でね、こういう活動してるのって解放同盟以外ないですからね、同和会は違うしね、で人権連がこういう出張でお金もらうっていうのもね、まあまあまずないというか、ほとんどないことなんで、これはもう解放同盟関係ですよね、これ。それでね、まあこういう話をするとですね、なんかこう鬼の首を取ったようにね、こういう不祥事をね、取り上げてなんかバカにしてるのかみたいなことを言ったりだとかですね、いやあくまで解放同盟っていうのはね、この部落解放に資する活動をしてきたとか、なんかそういうことを言うんだけどね、まあ鬼を首を取ったようにとか、まあそういう言い草をする時点で、あ、まあなら反省してないですねっていうことになるしね、まあそんな言い方普通の団体だったらしないんで。でまあ過去に部落解放に資するような活動をしてきたっていうけど、でもねこれね、多分ねこの年だけじゃないでしょ。これたまたまコロナウイルスの関係で集会が中止になったから、なんで中止になった集会出てるんだっていうことでバレたわけだから、まあ前の年もやってたんじゃないのと。この住民監査請求ってこれ1年以内にやらないといけないんで、だからいや前の年はバレてないだけで、いや似たようなことやってたんじゃないのって考えるのが普通なんですよ。でまあこういうことを言うとね、いやこれはねあくまで一部の人がやってることなんです、一部の人がやってるんです、あの部落のね全体の問題にしないでくださいって言うけども、まあでもこれ最終的にはね、これ村長が返してるそうで、まあ一部の問題ならじゃあその一部の人が返しゃいいんじゃないのって言うんだけど、まあ実際こうやって監査請求になってね、もう自治体全体の問題になってるので、その自治体ぐるみでやってることを一部の問題っていうのもどうなんだと。まあでもまあ部落住民がどうこうっていうのに関しては、でも解放同盟がその部落住民を引き合いに出してこうやってお金もらってるわけだから、まあ解放同盟員には少なくともそんなことを言う資格ないと思うんですよ。その部落の人間関係ないっていうんだったら、じゃあね、まあそれはまあ実際部落の人間ほとんど支持されてないんだから、解放同盟も活動をやめてこんなお金もらうのやめたらっていうふうに思うんですよね。であとこれもね、まあ南阿蘇村だけじゃないと思いますよ。同じような話は僕はあの鳥取県の琴浦町でも聞いてまして、毎回毎回こういう感じのお金が出てると。でしかもね、もう行ってるメンバーがね毎回同じだと、もう同じ人がこういうね出張して、で同じ人ばっかしお金もらってるっていう風にね、そういう風に鳥取県琴浦町でも聞いたんですよ。さすがにまあ空出張してるなんていうようなことまでは出てないけども、でもまあそもそも論としてですね、これが仮に空出張じゃなかったとしても、この童話対策というかこのブラック解放集会のね、その本体とか事前協議でお金が出るってもおかしくないですか。言ってみればまあ政治的な活動なわけで、そういうもののしかも事前協議にそうやって公金が出るっていうのもね、よくやっぱしそのなんか左翼のデモとか集会でそういうのに日当出てるって言ったら、デマだデマだとか言って言われるけど、でもこうブラック関係はね出てるんですよ、日当が、
ね、あの部落解放の集会なんかあるんだけども、その例えば自治体の職員だったらそれは出勤扱いで出てるんで、それは給料出てるわけです。で民間のね、その同期連だとか、まあ、そういう関係の団体なんかもやっぱその出張扱い出てるんで給料出てたりするし、あとはそのまあ部落の住民とか動員されてるのもまあ普通に日当出てたりするんですよ。まあ少なくとも交通費は出ますよ、うん、だからこういう政治的活動に堂々とお金を出して許されるっていうのがやっぱり童話の由縁だし、こういうのに関しても何も問題にされないわけですよね。だからいろんな意味でこれおかしな話だと思います。ということでね、南阿蘇村でこんなことがありましたってお話です。本当にね懲りないし何にも反省してないです。でだからまあまあまたやるでしょうね、同じようなことをね。本当にだからこういうことがないかっていうのを皆さんね各地の自治体で、チェックしていただければいいかと思います。できればこうやってねこの人みたいにね住民監査請求をするっていうのもね本当にやった方がいいと思うんですよね、ということでこの南阿蘇村でまた変なことがありましたというお話でした。